アルクビージャスは、スペインカスティーリャラマンチャ州、シューダーレアル県のムニシピオ。アルクビージャスは、ハバロン川の右岸、県とシューダーレアルから8 2トルに位置する。西は、バルデペーニャス、東は、ビジャヌエバデロス・インファンテス、北は、アランブラ、北西は、サンカルロス・デルバジェ、南は、トーレデフアン・アバットとコサルの、各自治体と隣接する。 1213年サンティアゴ騎士団の領するところとなる。1213年同騎士団長ドンゴンサーロルイスヒロンによってアルクビージャストコサルに特権が付与される。1539年には村になり村自身の主張をいただくことになり自立する。自治体主張はカスティーギャラマンチャ国民党のアントニュアマドール・ムーニョスで自治体評議員は カスティーギャラマンチャ国民党4カスティーギャラマンチャ社会党3となっているアルクビージャスはビジャヌエバでデロス・インファンテス司法官カツクに属す。ありがとうございます。